大阪市であれば固定資産税とか都市計画税とか法人市民税とか入ってくるのに、特別区になると個人市民税とタバコ税と軽自動車税しか入ってこないということなんです。これ税金でいうとかなりややこしいので、ちょっとご家庭に例えてみます。私が大阪市やったとします。そして大西先生、森山先生も藤本先生も奥さんね、なかなか怖い存在ですけれども、奥さんが大阪府やったとします。これは特別区になったところで大阪府は都にもならない大阪府のままなんですけれども、今までやったら僕が大阪市として10万円稼いだとしましょう。それを10万円好きに自分で意思決定で使える、これが大阪市という状態なんですね。これが特別区になるとするならば、大阪府に嫁さんに7万円渡さなあかんです。全部で10万円使えるんですけど、とりあえず7万円渡さなあかんですね。でこれ維新の会の方々、賛成する方々は7万円とりあえず大阪府に渡さなあかんけど、嫁さんに渡さなあかんけども、後でちゃんと7万円また元に戻すがなって言うんですね。だから何も変わらないでしょ、住民サービス変わらないでしょって言うんですけども、実はそこに大きな問題があります。いちいち嫁さんに大阪府にお金ちょうだいって言わなあかんです。7万円とりあえず渡して、いつもざるそば食べてるけど今日天そば食べたいなと思っても5000円ちょうだいって言わなあかんです。そんな状態、皆さんええと思いますか？言いにくいですよね言いにくいですよね。でそのうち言われるんですよ。今ね、例えば敬老パスとか医療費助成とか大阪市が独自で政令市としてやってるような事業あるじゃないですか。でそういったものを自由にやれてる、自分の財源の中でやれてますけども、嫁さんにお金渡してしまいますとね、例えば僕だけ敬老パス制度、まあ、僕天そばにしておきましょうか、僕だけ天そばいつも食べてたとしましょう。ところが大西先生や森山先生や藤本さんはいつもザラそば食べてたとするじゃないですか。すなわち敬老パス制度がないっていう状態ですよね。ほんだら僕が嫁さんに天そば食べるからお金ちょうだいって言ったら、嫁さんは初めのうちはいつも天そば食べてたから天そばのお金くれるかもしれませんよ。ただそのうち言い出しますよ。何言ってんのあんた、大西先生だって森山先生だってザルそば食べてるの、あんただけ天そば食べておかしいじゃないかって言って、そのうちに7万円まるまるもらえなくなって5万円4万円と減らされてしまう可能性があるということなんです。これがひいては特別区になると住民サービスが低下してしまいかねないっていうのはそういうことなんですよ。大阪府に一旦お金をあげるっていうことは、初めのうちはくれるかもしれないけども、一回一回ちょうだいって言わなければならないし、そのちょうだいって言ったお金が全額また大阪市域内にまくばられるかどうかはわからないという状態ですから、これが特別区が中途半端で半人前の自治体だと言われるゆえんなんです。